Hey guys! 英会話スクール、English Partners のあきらです。Gain 意味は L ます。アクセントは A につけるので、そちらを強調して Gain と言ってみましょう。それでは一緒に練習してみましょう。Gain はい。はい、OK です。こちらは動詞になります。続いて例文を一緒に練習していきましょう。市長はスピーチで皆の信頼を得た。

出張英会話レッスンなら、イングリッシュパートナーズで検索、オンラインレッスンもやってます。